よう、レンリー。キリト、ちょうどよかった。実は君にまた剣の修練に付き合ってもらいたくて。ああ、もちろん付き合うぜ。それじゃあ行こうか。こっちだ。わかった、行け総翼人。止められた。なんとか止めたが、あ、危なかった。왜대련장납두고허수아비들이놓여있는곳이곳에서싸우고있는거야？重ねるごとに鋭さが増している。すさまじい成長速度だ。いや、気持ちの面で力を発揮できなかっただけで、きっとこれがレンリー本来の強さなのか。예、원거리공격이가능한단검이라고해야되나？今日はここまでにしておこうか。일단게임상에서렌리는웨폰타입이다른애들하고겹치는게없더라고요。だけど、やっぱりキリトは強いね。僕も。レンリは十分頑張ってるじゃないか。魔獣との戦闘もこなせるようになってきたし。キリトのおかげだよ。それにもっと強くなりたいんだ。だってまだ僕は総翼人の力を引き出しきれてないから。そう。まだ武装完全支配術を見たことはないんだよな。これもレンリが言う喪失感のせいだろうか。ビジュアルノベル방식이죠또。キリト先輩。ティーゼか。どうしたんだ。최대한돈을아끼겠다는의지。レンリ様も。すみません。もしかして修練のお邪魔でしたか。いや。ちょうど終わったところだから大丈夫だよ。ティーゼさん。お邪魔でないならよかったです。あ、ティーゼと呼んでいただいて大丈夫ですよ。ティーゼは修剣学院で俺の後輩だったんだ。そうだったんだね。よろしく、ティーゼ。スティンパン해보신분계신가요？こちらこそ、よろしくお願いします。저는풀스로하고있어가지고。キリト先輩、ヒマは모르겠네요。ちょっと、なんだ、急にひそひそ声で。あの、レンリ様ってなんだかユージオ先輩に少し似てませんか？너도？나도？顔とかじゃなくて、なんとなく雰囲気が似てる気がするんだよな。はい、柔らかい感じというか。何を話してるんだい？いえ、何も。それで、ティーゼは何か要件があって来たんじゃないの？あ、そうでした。実は、魔獣討伐の依頼が入りまして、対応できる方を探していたんです。あ、そうだったのか。詳細は聞いてるのか？はい。3、4人で向かえば大丈夫とのことですが、キリト先輩、どうでしょうか？그럼、ティーゼをレンリー데리고가면되겠네。3人で向かうか。レンリとティーゼは大丈夫か？うん、大丈夫だよ。レンリに今やリリーテスーツ있으려나？はい、そうしましょう。もうすぐ魔獣の住処付近です。亡き市長曰く、遠い昔大貴族が侵入を防ぐために利用していた魔獣の蘇りだそうです。そうなのか。油断は禁物だな。ティーゼならその心配はないだろうけど。はい、期待に添えるよう頑張ります。하긴적응되면은격투게임도키보드로하는게더편하다는사람도있으니까요。いえ、これまでは守られてばかりでしたが、これからは自分が守る側になりたいんです。ロニエもすごく頑張ってます。私も負けないように変わらないと、強くならないといけないんです。気持ちはわかるけど、無理はしないようにな。魔獣との戦闘経験はまだ浅いだろうし。それはそうですけど。ティーゼの変わりたいって気持ち、僕にもすごくわかるよ。ペドヌ하나사두시면괜찮을거예요。レンリ様、僕も同じように思ってる。
今のままじゃダメだ。変わりたい。強くなりたいって。でも、レンリ様は、すでに聖号騎士として任務に就かれていて、私より、ずっと強いお方です。요즘스팀에는그냥패드꽂으면은버튼레이아웃도다그패드에맞춰가지고바뀌어지고それでも僕はまだまだ弱いんだ。この人気の力を全て解放してあげられていないしね。そう。여전히릴리지를못써이번서버에피소드로릴리지를사용할수있게되는건가僕はいつか強くなって守りたい人を守れるようになりたい。この任務では、友達のキリト、そして、一緒に戦ってくれるティーゼ、二人のことを、必ず守ってみせるよ。レンリ様、今の目、とても。目？目がどうしたって？もっと、おしゃべりはここまでのようだぜ。こいつに間違いなさそうだな。티즈와고호가시엔을다루면원작소설에서렌리하고유지오가닮았다는그런언급이있었나요시익서렌리렌리무기타입은렌리여가지고 스킬도적어요부활주문 まだ生きてたか。随分しぶといな。今度こそ仕留めるぞ。이건렌리가부활주문걸어서그래。あ、そうだね。私も援護します。なんだこのマジ。妙な動きを。一体何をする気だ。レンリ、ティーザを連れて下がったろ。キリト。霊障もスキル発動も間に合わないか。仕方がない。あっ、あっ。先輩。くそ。予想外だったな。そんな。よくも。僕が相手だ。しかしだ。あの魔獣にあんな力が。렌리가릴리즈를쓰기위해서키리토가당해야되는거야喋らないでください。ひどい怪我、すぐに治しますから。待て、まだ魔獣の攻撃は止まない。俺はいいから、レンリの援護に回ってくれ。でも、頼む。わかりました。ティーゼ、来ちゃダメだ。システムコール、ジェネレートクライオジェニックエレメント。フォームエレメントシールドシェイプこれで이렇게신성술로방패를만들수있으니까방패를들고다니는사람들이없어ありがとうティーゼだがここは危険すぎる君は下がっていてくれいいえ私レンリ様と一緒に戦いますティーゼレンリ様お願いがありますお願いしばらく私が魔獣の攻撃を食い止めますだからキリト先輩を避難させてもらえませんかティーゼ手が震えてるじゃないか本当はあの魔獣が怖いんじゃはいものすごく怖いですでも守るって決めたんですティーゼ俺なら大丈夫だ魔神を倒すのを優先してくれティーゼを守ると決めたんだろレンリーキラー役から4番째パティオンを데리고왔어야되는건데ああそうだ僕はもう何も失うわけにはいかないんだ行け総翼神よ避けられた今あの魔神
双翼陣を見ずに避けていきました。なんだって、一体どうやって見ずに避ける？視覚じゃなくて聴覚。もしかしてあの魔獣音を聞いているのでは。確かに双翼陣は特有の風切り音を出すが、じゃあどうすれば。 그냥 손에다 들고 방감처럼 사용해 되지 않을까? 아타라나이. 스마나이. 君 오 마모루토 이타노니. 대죄부 데스. 아노 마주. 마타 소라 타카쿠 톤다. 조쿠니 이레바 공격을 우케나이 토 와카테룬다. 아타시 노 보게모 나가쿠 와 모타나 소 데스. 레니 사마. 도카 토도메 오. 보쿠 가 토도메 오. できると思うのかい? 공격이 当たらないのに? 이가 릴리즈를 쓰라고. できます! 絶対に! どうして? そう言い切れるんだ? 言い切れます! だって、私、さっき驚いたんです! 私のことを守ると言ってくれたレンリ様の目が 私の尊敬する人にそっくりだったから! そんな理由で僕を信じてくれるのか? 剣が弾き飛ばされた。レンディ、ティーゼを守ってくれ。来る。僕が、僕がやらないと二人が。キリト、ティーゼ、僕は君たちを守りたい。この手で。 翼神が光っている。本当だ。もしかしたら翼神がお前に問いかけているんじゃないか。 이런 이벤트가 사장 한정으로 있을 것 같진 않고. 何を? 翼神の力を本当に信じているのかと。もちろん信じてる。 뭐 챕터 진행하면서 놓친 서버 이벤트도 나중에 하면은 그냥 차례대로 하는 거 아닐까요? 攻撃は当たってない。それはお前が心の奥では限界と決めつけているからだ。違う、僕は限界なんて。だったらその思いを乗せるんだ。総翼神は必ず答えてくれる。総翼神を信じろ、レニー。レニー様、お願いします。 너를 믿는 나를 믿어. 키리토, 티즈. 僕はこれまで 喪失感に囚われていた。でも失ったものだけじゃない。今の僕には仲間がいる。キリト、ティーゼン、僕は騎士として二人を守りたい。だから力を貸してくれ総翼神。僕の名前はレンリ、聖号騎士レンリシンセス27だ。頼む総翼神。 이럴 때 렌리 릴리즈라도 넣어주지. 이것도 그, 다 그냥 대화문으로 넘긴 건가? 역시 나는 실패작인가? 나의 翼는 너무 먼 옛날에 折れてしまったから. 違うよ. 折れてなんかない. 누구 목소리야 이건 또? 이 소리. 누구야? 소유크진から 響いてくる. 최적화 쪽으로 좀 악평이 많죠. 실제로 최적화가 덜 된 게임이기도 하고. 君は僕が失った誰か. 로딩도 길고. 名前も顔も何も思い出せない。でも確かに僕はその声をその存在を覚えてる。失われてなんかいない。僕はお前と共にあるよ。さあ飛ぶんだ レンリ。 お前にならできるさ。 ああ、ようやくわかったよ。 僕は片翼じゃない。誰かの思いと共にある。この手には守るべきものがある。僕の翼は折れてなどいない。僕はもう一度飛翔してみせる。
目の前にある大切な命を耐えさせはしない。まだだ。おえ、創薬師。光がどんどん強くなって、刃が光る鳥となって、なんて美しさなんだ。片方の翼を失ったつがいの心情が互いを支え合い、空高く舞う伝説。まさにその通りだ。그냥 하얀 빛으로 땡처리 하는 겁니까? 소유구진의 힘. 직접 보고 싶으면 또 랜리 데리고 필드로 나가야겠네. 이야, 랜리의 힘이다. 수고갔다세. 랜리 様, 마모테이다다이테ありがとうございます。僕が、二人を守ったんだ。ひとまず怪我も治ってよかった。ああ、もうバッチリだ。レンリ様のおかげです。最後の技、とても美しかったです。ああ、思わず見とれちゃったよ。あれが武装完全支配術なのか。それが無我夢中だったからよくわからないんだ。でも最後に誰かの声が聞こえたんだ。그래도지금릴리즈쓸수없는릴리즈가아니라피니시아츠취급인쉐이터보단낫네요。シンセサイズの秘技で忘れてしまったレンリの過去に関することだろうか。完全には彼が誰だったのかは思い出せない。でも彼はきっと僕が過去に失った存在だったんだ。そうか。レンリがわずかに思い出した記憶の残滓はおそらく悲しい記憶だ。だからこそレンリは心を閉ざし、長らく力を解き放つことができなかったのかもしれないな。彼は確かに僕の中にいる。そう思った時、不思議と総翼人が肥沃の鳥に戻る姿が思い浮かんだ。肥沃の鳥、その総翼人の元となった、互いの羽で飛翔する左と右の翼を失ったつがいの鳥か。うん、僕は一人じゃない。失ったものは僕の中にあり、これから守るべきものも確かに存在する。そう思った瞬間、総翼人が僕に答えてくれたんだ。そうして気づけば技を使えていた。なるほど、総翼人がレンリの思いに共鳴したのかもしれないな。うん、そうだね。二人にはいくら感謝してもしたりないよ、キリト。大事なことを思い出させてくれてありがとう。僕と総翼人はもっと強くなれると分かったよ。이런식으로서브퀘스트그러니까서브에피소드에서캐릭터성능이라든가고유스킬같은것들이나오면은티세모아리가토이것도결국은다해야겠네요。本当に美しかった。美しい？유지오에게들은말도아닌데。僕は何を言ってるんだ。유지오닮은사람에게 들었다는이유로나난다가하ずかしいですね。でもありがとうございます。おいおい、いきなり俺の後輩を口説くとは油断も隙もありませんな、レンリ殿。뭐최적화하고로딩빼고는그럭저럭。茶化さないでくれよ。冗談だよ。もっともっと強くなって二人を守れるようになると誓うよ。改めてありがとう。これからもよろしくね、キリト。